こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、竹中平蔵さんがついに YouTube チャンネルを始められるということで、非常にこれ楽しみだなと思っております。私はね、竹中平蔵さんに対してものすごくね、緻密な、そして、親しみ深い経済学者として、非常にね、尊敬している部分が大きいんですよね。反面ですね、なんでここまで批判されるのかっていうところにも興味がありまして、特にパソナというね、会社が絡むと途端に竹中平蔵さんはね、売国奴みたいになってしまいまして、その批判に対して私もね、納得できる部分が結構あったりするんで、竹中平蔵さんの味方であり敵でありみたいな感じで見ておりますけども、とにかくね、これからどんなチャンネルになるのか非常に楽しみなのと、竹中平蔵さんがね、今回のそのチャンネル解説に沿ってですね、その前段階で今回1月1日スタートですよってタイトルで動画出してるんですけども、最後の方でなんか日本のためにやろうとしてるのになんでここまで批判されるのかみたいなね、だから批判がちゃんと届いてるってところがちょっと笑えてきますねということで、これからもね、遠慮なく批判をしながら竹中平蔵さんのチャンネルをいじっていこうかなと思います。私ね、これね、来年の私の YouTube のミッションになりそうですよ。竹中平蔵さんをなんていうんですか、突っ込むみたいなねすごく楽しみです。じゃあ、YouTube のこのね、動画概要欄から竹中平蔵さんのチャンネル登録して一緒に楽しんでいきましょう。そしてね、竹中平蔵さんね、やっぱりね、軽はずみなことを言っちゃうのかな、わかんないです。もっと深い意味で言ってるのかわかりません。私が捉えられてないのかもしれないですけども、とにかくね、ちょっと日本の経済が悪くなってるのは竹中平蔵さんのせいだよというのが本当国民の気持ちですよ。だからそうじゃないように、ちょっとね、私たちの暮らしを豊かにしてくださいよ、竹中平蔵さん、ね、竹中平蔵さんにその力があると思いますんで。だから私たちの暮らしが貧しければ竹中ショックなんですよ、で、私たちの暮らしが豊かになったら国民が頑張ったってことなんですよだから結局は褒められないんですから。だからね、ここはね、財政出動をどんどんかますように提言してください、ね、今回93兆円アメリカが財政出動しましたけども、日本もね、100兆円ぐらい遠慮なくドーンと出してくれるようになんとかお願いしますよ。で、ベーシックインカムはね、今の社会体制を維持しながら、社会保障体制を維持しながらプラスアルファでベーシックインカム、この提言でお願いしますよ。ということで、私からの竹中平蔵さんへの届かぬメッセージでございました。で、いずれね、慶応義塾の方に私入学しますんで、その時はね、竹中さんの講義取りますから、ぜひね、私の話聞いてくださいね。それでは、いってらっしゃい。